どうもジャです。春はコナンの季節ということで、今回は間もなく4月12日金曜日に劇場版名探偵コナン最新作100万ドルの道しるべが公開へと迫ってきているので、毎年恒例化しつつあるラジオ形式で今作についての魅力や見どころ、そして注目ポイントなど様々な項目で熱く語っていきたいと思います。それでは早速いきましょう。まず今作の主役はご存知の通り大人気キャラクターの劇場版5年ぶりの怪盗キッドと7年ぶりの服部平次&遠山和也になります。キッドや服部&カズア単独でも迷宮のクロスロードやカラクレナイのラブレター、世紀末の魔術師、銀翼のマジシャン、天空のロストシップ、豪華のひまわり、根性のフィストなど主役を張れるほどの大人気キャラクターですが、名探偵コナンを昔から支え続けてきたこの2人が今作ではがっつり共演するので非常に楽しみですね。さらに今作は迷宮のクロスロードとも酷似しているので、過去作品のオマージュシーンなども見てみたいです。ちなみに今作での青山原画は11名で28枚とかなりの枚数で、前作では8枚ぐらいでしたかね。それと比べたら今作かなり多めですよね。そして今作の見どころの一つとして、原作でも未だ明かされていない誰も知らないあまりにも大きいキッドの真実が判明します。ここも気になりますよね。劇場版公式さんも毎年行われている試写会も取りやめるほど気合を感じますし、異次元のスナイパーの赤井さんのラストを超えるほどの衝撃的事実なのではないかと期待されています。4月10日水曜日に単行本最新刊105巻と同時に週刊少年サンデーにて7年ぶりにマジックカイトの連載も再開するので、やはりマジックカイト要素なども含まれた新たな真実なのかもしれません。今作では中森八子も初登場するので、物語とどう絡んでくるのかにも注目です。以前このあたりの考察はたくさんしましたが、キッドと新一の顔が似ている理由が明かされるのか、怪盗キッドこと黒羽カイトの父親である黒羽統一関連の新事実が明らかになるのか、皆様の予想などもコメント欄にてぜひお待ちしております。さらに服部とカズアの2人の恋の行方の結末についても非常に気になっている方も結構いらっしゃると思います。個人的には劇場版では付き合わない派で原作で進展する派なんですけど、今作は付き合うまではいかなくてもそれに近い展開になると予想しています。今作は監督を務めた長岡千佳さんもラストの服部とカズアの恋愛の部分は原作者青山豪昌先生に全てお任せしたそうなので、殺人ラブコメと言われるほどのラブコメを期待したいところです。今作の主題歌も愛子さんの相思相愛でかなり恋愛系になります。メロディーや歌詞の響きもかなり良かったですよね。青山先生も服部とカズアが主役で、なおかつ服部がヤバすぎると言及されているので、本予告のサビだけ聞きましたけど、やはり服部とカズアに寄せた楽曲なのかなと感じました。次に劇場版名探偵コナンの代名詞であるオープニングについてですが、2年前つまりハロウィンの花嫁から音楽担当が菅野優吾さんに変わり、いつもとはまた違った劇場版名探偵コナンへと生まれ変わったわけなんですけど、劇場版名探偵コナンのオープニングは他作品と比べても特に凝っていて、最近ではイントロの部分やコナン君の真実はいつも一つの部分も結構アレンジが加えられていますよね。さらに今作のメインテーマは和風を意識されているそうですし、今回はなんとアウトロも復活したので、このあたりもどんな感じなのかとても楽しみです。次に注目なのは内容もそうなんですけど、なんといっても来年の次回予告ですよね。前作の黒金のサブマリンでは黒の組織と愛ちゃん、今作は服部とカズア、そしてキッドが来て、その次は誰なのかと予想がつきにくいわけなんですけど、現時点でかなり有力視されているのは周期的に赤井さん、または長野県警組、もしくは2015年に青山先生が工藤一家の主役映画も考える的な発言もされていたので、来年つまり2025年で工藤一家主役の可能性も十分ありそうです。皆様の予想などもぜひコメントしていってください。そして今作もシリーズ歴代更新なるかということで、興行収入にも注目ですよね。前作の黒金のサブマリンでは特典なしで初の大台である興行収入100億円を突破し、最終興行収入 138.8 億円を叩き出して、愛ちゃんがついに100億の女となったわけなんですけど、個人的には今作の前売り券の売り上げが過去最多で、主役がキッドと服部&カズアなので、今作も興行収入100億円突破確定だと思います。しかし前作の壁を超えられるのか、このあたりが非常に気になっているところです。しかし興行収入にとらわれず、毎年のように成長を続ける名探偵コナンの魅力をより多くの方々に体感していただけるだけでも非常に嬉しい気持ちでいっぱいです。しかし劇場版名探偵コナン制作陣方も毎年前作を超える勢いで制作しているとおっしゃっていたので、せっかくなら記録もついてきてほしいので、前作を超えてほしい気持ちはあります。あと地上波では金曜ロードショー枠にて2週連続劇場版名探偵コナン放送決定ということで、100万ドルの道しるべの公開日である4月12日金曜日に根性のフィスト、そしてその翌週4月19日金曜日にはなんと本編ノーカットで黒金のサブマリンが初放送されます。体感
さんとしては前作ロングラン大ヒットしたので早いですよね。こちらもワクワクです。黒金のサブマリンに関してはエンディングも一番のみですが聞くことが可能なので主題歌も一緒に楽しみたいですね。そして今作は連載30周年記念の年でもあるので例年に比べて名探偵コナンは数多くあちこちでコラボしています。なのでグッズも盛りだくさんですね。金欠になりそうですが名探偵コナンのためなら頑張れます。ということでいろいろお話ししていきましたが映画公開まであと5日となったのでもうあとは待つのみですね。公開日に見に行かれる方は劇場内がかなり混み合うと思われるので前の日に予約したり早めに席を取るなど対策をして公開当日の6時のプレストーリーを見てからご覧になられる方は土日のどちらかに見てネタバレを踏むことなく無事に見られることを願っております。そしてぜひ一生にない今作を何も知らない白紙状態で映画館で見られる時間は一度きりなので楽しんでさらに名探偵コナンを僕も含め皆様と共に今後も盛り上げていけたらいいなと思います。皆さんのご感想や考察などありましたらぜひコメントしていってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。